次に浦野悦人君。日本維新の会、えー、教育無償化を実現する会の浦野でございます。よろしくお願いいたします。えー、今般の裏金問題は、与党である自民党の議員が意図的かつ組織的に裏金づくりにいしんでいた点で、国民の政治不信を招く、極めて悪質なものであり、到底看過できません。発覚後の動きに関しても、総裁の一連の対応には事実を つま,つまびらやかにする姿勢が見られないと言わざるを得ません、自民党は政治資金規正法改正の方向性として、代表者の責任強化、外部監査の強化,デジタル化にある、デジタル化による透明性の向上を掲げています、なぜこの3点のみなのでしょうか、政治改革大綱という平成元年の大綱こそ、自民党案の基礎とまずすべきではないですか。 皆さんが目を背けているのであれば、この大綱をどうしていくのか、お忘れのようなので、資料配布として、きょう、皆さんのお手元にお配りいたしております。我が党も、この大綱を参考に、さまざまな改革の案を作ってまいりました。この1年で露呈したのは、自民党の金権体質そのものであり、これを根底から解決するには、献金の在り方、政治資金パーティーの在り方、 政策活動費などの論点に触れないわけにはいきません。リクルート事件を受けて自民党が発表した大綱では、収入は公正明朗な資金によるべきであり、いやしくも不当、違法なもの、疑惑を招くような関わりは現に慎むとして、徹底的な透明性の確保を宣言しました。今こそこの理念を徹底的に実現すべく、我々は旧文通費の改革から政党法の制定まで、 政治資金全体をを射程に捉えた改革を提言しますまず、企業団体献金の禁止についてです。我々が維新版政治改革大綱で、いの一番に掲げたのは、企業団体献金の禁止です。企業や団体からの献金が政策決定を歪める弊害については、今国会で我が会派の議員も徹底的に指摘をしてきました。自民党の政治改革大綱では、あ常実や 直接の利害が絡む場合があることを認めつつ、自由,自由主義経済において、法人が重要な役割を担っているとして、企業団体献金を高く評価してきました。一方で、平成6年に政党助成金制度が与野党合意で開始された際には、企業団体献金の廃止とセットで行われることが前提であったはずです。しかしながら、結局、政党が受け取ることは、例外的に認めるとする抜け穴によって、実質的に、 企業団体献金を議員本人が手にすることができていることは、皆様ご存知のとおりです。今こそ、企業団体献金は政党支分を含め、例外なく禁止する立法措置を講じなければなりません。また、企業団体が政治団体を設立し、政治家もしくは政党に献金する抜け道に関しても、制限する措置を講ずるべきと考えます。次に、パーティー券の企業団体売り制限についてです。 裏金問題では、パーティー券の販売が企業団体献金の代わりとされていることも浮き彫りになっています。企業団体献金を禁止するのであれば、企業団体へのパーティー券の販売も制限すべきです。パーティー券の大口の販売や購入は、企業団体献金同様に政策を歪めるとの認識から、我々はパーティー券購入者の公開基準額の引き下げや、年間購入上限額の設定、預貯金口座への振り込みの義務化等を求めています。 過去には自民党においても政治改革大綱でパーティー収支の明確化や、同一のものによる一定金額を超えるパーティー券購入の禁止を掲げており、問題意識を一定程度共有していただけると確信をしています。ただし、政治団体が政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティー以外の催し物を開くことは当然可能です。これらについても政治資金パーティー同様、収支報告義務などの規制を 設けるべきと考えます一方で、企業団体献金やパーティー券販売に代わり、個人献金は政治活動を支える重要な要素として促していかなければなりません。個人献金者やパーティー券購入者のプライバシーに配慮して、情報公開範囲を見直すとともに、税制上の優遇措置を拡充し、国民が積極的に個人献金を行うことができる環境づくりに取り組むべきです次にに政策活動費についてです。 先に述べたとおり、自民党の政治改革大綱では、収入は公正、明朗な資金によるべきであり、卑しくも不当、違法なもの、疑惑を招くような関わりは現実進むとして、政治資金の透明化の重要性を強調しています。われわれも同様の問題意識を持っていますが、そのためにまず透明化すべきは政策活動費ではないでしょうか。政策活動費は使途が全く終えないため、今般の裏金問題では、言い訳として利用する議員が何名も現れています。 そもそも選挙資金など不適切に活用されているとの疑惑が絶えない政策活動費は、これを機に改めるべきではないでしょうか。具体的には政党から候補者個人の政治活動に寄付ができるという例外的な規定は削除し、また経費の支出を渡し切りで行うことを禁ずることで、透明性を向上させるべきです。透明化は政策活動費のみならず、政治資金全体の課題でもあります。そののための手段として 国会議員関係政治団体以外の政治団体で、資質公開の範囲を拡充することや、オンラインでの政治資金収支報告,書報告提出の実現に向けて取り組まなければなりません。次に連座性についてです。裏金問題では、会計責任者がやったというフレーズがしばしば聞かれました。現行法制度上は、収支報告書に虚偽などがあった場合、一義的に責任を負うのは会計責任者となっています。しかし、民間感覚であれば、 本人が直接、関係や指示をしたものでなくとも、トップとしての責任を負うのは当然ではないでしょうか。政治資金規正法および政党助成法の責任規定については、早急に見直し、政治家本人が原則として責任を負うものとしなければなりません。次に給分通費についてです。自民党が前向きにならず、牛歩のごとく進まない政治改革を、ある意味で象徴するのが、旧文書通信交通滞在費の改革です。 これまで与野党で日割り支給、首都の公開、未使用額の返納の3点について協議を行ってきましたが、いまだに日割り支給しか実現していません。また、維新、立民、国民の3会派は、令和4年に再費法改正案を提出していますが、いまだに審議されていません。これらはどれも自民党が前向きになれば、すぐにでも実現するものです。先日、総裁は首都の公開に前向きな姿勢を見せました。 それ自体は当然評価しますが、我々は合は併せて、未使用額の返納も引き続き求めていきます。また、首都公開は内規で実現できるものであり、現にわれわれは実施をしています。野党各,と各会派においても、法改正によって実現するまでの間、自主的な首都公開を求めていきます。最後に、政党法制定についてです。ルル述べてきたとおり、政治と金の問題を包括的に整理し、新たな立法措置を行うことは不可欠です。 しかし、我が国では、会社法における会社のように政党を規定する法律は存在しません。そのために資金や組織等、各々の規制が結合せず、ガバナンスを失わせてきたことが、今般の裏金問題の収集がつかなくなったことの一因とも思われます。各政党が目指すべき政策を示した公領や、内部組織の規定を公開することなどを定めた政党法を策定し、公党にふさわしい政党ガバナンスを確立すべきと考えます。 以上のとおり、我々は自民党が掲げる3点のみならず、政党法制定のような抜本的改革にまで踏み込んで、幅広く議論を進めるべきと考えます。以上ありがとうございました。